この森山裕之で、はい、立憲民主党の森山裕之でございます。先月22日に学校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会計検査の結果について、会計検査院の報告書が提出され、その内容は多くの重要な点で資料が不十分で判断できないということで、これまでの国会答弁の根拠が崩壊をしています。これについては福田康夫元総理も3日のテレビ番組において、これは問題ありますよ、会計検査院が審査すらできないのは論外とインタビューに答えておられます。今後のことについては、私たちはそれぞれ野党5党あるいは6党で情報公開法、そして公文書管理法の改正案を衆議院に提出をしております。さて、まず今年8月1日に関西テレビで放送されました録音テープについて、専門鑑定までしたと報じられていますけれども、池田前統括官と思われる声で理事長がおっしゃられる0円に近いというのがどういうふうにお考えになられているのか、売り払い価格が0円ということなのかなと思うんですけれども、私ども以前から申し上げているのは、有益費1億3000万円という数字を国費として払っているので、その金額分ぐらいは少なくとも売り払い金額が出てくると、そこはなんとかご理解いただきたい。そして説明を求められた大阪航空局の職員が、今回出てきた産業廃棄物というものは国の方に瑕疵があることが判断されますので、といったやり取りが放送され、今もウェブサイトで閲覧できる状態にありますが、このテープは本物ですか。富山次長。お答えをいたします。ご指摘の財務局職員の発言に関する音声データは、他の音声データと同様に国側の同意なく一方的に録音されたものであり、全体ではなく一部のみと思われますけれども、その内容について近畿財務局の職員に確認した内容は以下のとおりでございます。報道されている音声データは平成28年3月11日に新たなゴミが見つかったとの連絡を受けた後、先方から買い受けの要望があるまでの間の3月中旬ごろに行われたやり取りではないかと思われる。先方からは新たに見つかった地下埋設物について国において早急に対応するよう強く求められ、その後の先方との調整が円滑に進むよう低姿勢で対応していたと記憶しているとのことでございました。森山君。はい、国土交通省さんの方もこれでよろしいですか。海老名局長。お答え申し上げます。ただいま財務省様の方から答弁がございました内容以上の事実については国土交通省としては承知をいたしておりません。森山君。はい、国土交通省の職員さんがこの時点で同席をしている。その後3月24日にも財務局と学園の間で協議が行われ、およそ1億3200万から1億6000万円の範囲内なら双方が売り合えることが確認された。ここに同席した職員がゴミ撤去費用の積算をしたと今年8月21日の NHK が報じていますけれども、これは事実ですか。富山次長。事実でございますですね。国土交通すみません、国土交通省の職員さん同席をされてますけれども、これなぜ同席をしているんでしょうか。海老名局長。お答え申し上げます。大阪航空局の職員も、今財務省の方からご答弁がありましたとおりの理解でそこにいたということでございます。同席はしてるんだよね。で、森山君。はい、なぜ同席をしているのか、まあいいや、じゃあそしたら売却の上限下限の話が出て、財務局側から上限額を聞き出しているということに違和感を持たなかったのか、あるいはこの事実を知った上で
その人が積算をするということに違和感がなかったのかというのは、国土交通省さん、いかがですか。海老田局長。先ほどの件でございますけれども、3月の中旬のそのやり取りの件は、土地の買い取りをの要望を受けたまわったという場に、出席をしていたということでございまして、詳細の部分は、記憶をしていないということでございます。理由は、すみません。この応戦データの場合にです、3月24日に会っているときに同席をしたんですね。海老田局長。先ほど申しましたとおり、土地を買いたいという要望を受け止まった席には同席をしておりますけれども、この具体的なお話が出た時のご指摘の打ち合わせには出席させておく記憶はないということでございます。森山君。はい、おかしいですね。記憶がないということは、この8月21日に NHK が報じていることが、これ嘘だということになりますかね。抗議されましたか。海老田局長。特に抗議はしておりませんけれども、ご指摘の打ち合わせには出席した記憶はないというふうに職員に確認したところを申しております。森山君。財務省さん、どうですか。富山次長。当時の担当者に確認したところ、国土交通省の職員の方が、同席していたというふうに本人は申しております。森山君。はい、食い違っておりますので、この同席されたと言われる大阪航空局の職員さん、こちら委員会の方に参考人で呼んでいただきたいと思いますが、委員長。理事会で協議いたします。はい、ということで、3月24日に同席をされたということが言われておるわけなんですけれども、さて、会計検査院の富山次長。恐縮でございます。先生のご質問が3月16日と3月24日と両方あったわけでございますが、24日の方については同席していなかったと担当者は申しております。森山君。抗議されますか。 NHK に抗議するの。海老名局長。NHK がどのような形で報道されたかちょっと承知しておりませんけれども、職員に確認したところ、そのような打ち合わせについて出席した記憶がないということで、確認をしたところでございまして。はい、森山君。もうね、これ、8月に報道されている話で、これ、オープンになっているわけですから、確認されたというふうに報道されているわけですから、やったらやった、やってないやってない。しっかりと確認をして、そして、抗議するならする。しっかりしていただきたいと思います。どちらにしても、この職員についての参考人承知をお願いをしたいと思います。理事会で協議いたします。はい。さて、今回の会計検査院の見解についてですけれども、地下に埋まっていたゴミについて、報告書72ページに、廃棄物混合度、つまり、ゴミの量を積算するための資料が列記されていますけれども、提出された5種類の資料のうち3種類だけが採用されて、会計検査に使用されています。その理由は何でしょうか。戸田財産局長。お答え申し上げます。お尋ねの試算の根拠として採用いたしました資料は、大阪航空局の地下構造物調査報告書及び土壌汚染深度方向調査業務報告書、並びに学校法人森友学園の仮称 M 学園小学校新築工事地盤調査報告書でございます。これらの報告書を根拠資料として採用いたしましたのは、これらの報告書には根拠として確実と認められるボーリング柱状図等のデータが記載されておりまして、これらのデータにより廃棄物混合度を確認することができたことによるものでございます。
森山君。3つは信頼できるけれども、2つは信頼できなかったと。さらに79ページで、混入率法、そして総圧法、2つの方法で試算されていますけれども、その結果はどうだったでしょうか。戸田局長。お答え申し上げます。お尋ねの試算につきましては、地下構造物調査報告書、土壌汚染振動方向調査業務報告書等の既存のデータのみを用いて、廃棄物混合土の処分量を求めるためには、何らかの過程に立って推計せざるを得ず、そして過程の仕方によって、処分量の推計値が変動すると考えられるところでございます。また限られた期間で見積もりを行わなければならないという当時の制約された状況を勘案いたしまして、大阪航空局が適用した地下埋設物撤去処分費用の価格構成や、工事積算基準等を用いた上で、算定要素ごとに一定の条件を設けて行ったものでございます。本報告書におきましては、出荷箇所における掘削土量に占める廃棄物混合土の割合を混入率としてございますが、この混入率を用いた計算方法を混入率方法としてございます。また廃棄物混合土が確認された最大震度の平均値と最小震度の平均値の差となる範囲すべてに廃棄物混合土が存在する層があるとみなしまして、総圧法としてございます。混入率法による試算を行いましたところ、廃棄物混合度の震度を過去の調査等において試掘した最大震度の平均値に修正した場合は9344トン、混入率を北側区画の全試掘箇所の混入率の平均値に修正した場合は13120トン、処分量に含まれていた対策工事で掘削除去している土壌の量を控除した場合は19108トン、これらの算定要素をすべて組み合わせた場合は6196トンと算出されました。一方、総圧によりまして地下構造物調査等を行った位置が対象面積に対して偏っていないと仮定した上で、さらに廃棄物混合度が存在する層のすべてが廃棄物混合度で、のみであると見なすなどして機械的に試算を行いましたところ、処分量は13927トンと算出されております。森山君。会計検査院さんの報告が19520トンという国土交通省さんの報告と大きく違いますね。3分の2とか3分の1とか、額にして4億円あるいは6億円以上というような過剰はとされているわけですけれども、国土交通省としては裏付けを持って説明をできますでしょうか。海老田局長。お答え申し上げます。本件土地の売買契約におきましては、売り主の責任が一切免除されるとの特約を付すことを前提に、地下埋設物の撤去、処分費用の見積もりを行ったところでございます。最近の裁判例を踏まえますと、このような特約付きの売買契約の実効性を担保するためには、瑕疵の存在について売り主として、できる限りの調査、説明を行うとともに、売買当事者間の公平を確保する観点から、地下埋設物の撤去処分費を見積もることということが必要になっております。そのような中で、杭掘削工事の深さ、あるいは、混入率といったようなことにつきまして、今般の会計検査院におきましては、のご報告におきましては、仮定の仕方によって、さまざまな試算が可能であるとして、平成22年の地下構造物状況調査の既存データのみに基づいた見積もりの設定を行うなど一定の過程を置いた5つの試算が示されております。このような試算が示されておりますのは、見積もり条件の設定によって処分量が大きく異なるためにより慎重な調査検討が必要だというご指摘を受けておりますけれども、一つの適正額が示されているわけではないというふうに理解をしております。で、一方、実際の見積もりは具体的な前提状況を踏まえて行う必要があるということでございまして、特に杭掘削などの深さにつきましては9.9メートルといった設定をいたしておりますけれども、買い主側の工事関係者からの9.9メートルの掘削工事の実施過程におきまして、ゴミを多量に含む新たな土砂の発生をしたということを聞き、またその後工事関係者から提示された写真、それから、工事、杭掘削工事の過程で、校舎予算予定地全体にわたる 廃材等のゴミが含む土が出ている様子、あるいは杭掘削機の先端部に廃材等のゴミが絡みついている様子といったことを確認をしたということ、また、
区域掘削以外の部分につきまして、深さを 3.8 メートルというふうに理由といたしまして、設定いたしておりますけれども、これも、平成22年の地下構造物調査において、5箇所で震度3メートル以上にごみがあることが確認され、4箇所で少なくとも震度3メートルまでのごみが途切れる箇所が到達しなかった、あるいは本県土地が昭和40年代まで初頭まで池沼であって深い層から浅い層にかけて外のごみが蓄積されていると考えられるといった過去の調査結果から、3メートルよりも奥深くごみが存在する箇所が示されているといったこと、こういったこと、さらには工事関係者からの私屈においても、3.8 メートルといったものを確認をして、そういったことを総合的に勘案をした上で、今回のような見積もりを設定をしたということでございます。森山君。はい。会計検査院とは食い違いがあるまま、この報告書に至ったわけなんですが、これ、テープにあったようにね、1億3000万円に合わせたのではないかと思われても仕方がないわけなんですけれども、これだけ指摘を受けていて、経緯の再調査をした上で、会計検査院が納得できるだけの資料を集め直す予定はありますか。あるない。石井大臣。森友学園の国有地売却に関します今般の会計検査院の報告は、政府から独立した機関である会計検査院が、国土交通省をはじめとする関係機関に対し、114人日を要する会計実地検査を実施して作成されたものと承知をしております。国土交通省としましても、本年3月の検査開始以来、検査に全面的に協力するとともに、これまでも国会における審議等の場を通じて説明を行ってきたところでございます。今般、会計検査院の検査報告が国会に提出され、地下埋設物の撤去処分費用の見積もり等についてさまざまな指摘がなされていることから、国土交通省としては重く受け止めなければならないと考えております。国土交通省といたしましては、今般の検査結果を踏まえた今後の対応といたしまして、第一に今後同様の事務を遂行するに際しては、見積もりに必要な作業時間をしっかりと確保すること、第二に見積もりにかかる手続き等の明確化を図ること、第三に行政文書のより適切な管理を図ること、こういった取り組みを通じて、より丁寧な事務の遂行に努めていくことに尽きると考えております。森山君。はい。これからのことについては、我々も法案を出しておりますので、しっかり議論をしていきたいと思いますが、会計検査院の報告が出たら説明するんだと、これまで政権をおっしゃってきました。国会の中で家の前で道を掃除をし、子どもやお年寄りに温かく声をかけ、率先して地域のお世話役を引き受ける、たくさんの公明党支持の活動家の皆さんが私の町にもいらっしゃいます。ブレーキどころか政権の下駄の行きと批判されながらも、いや、公明党は政権が暴走しないようにブレーキ役として頑張っているから、今の政権はこれくらいで収まっているとか、平和と福祉の党だとか、清潔な政治を目指して奮闘しているとか、懸命に支援者獲得のために訴え走り回っておられる姿を拝見して、その真面目さにはそこまでやるかと本当に頭の下がる思いをしています。石大臣、そんな期待を受けて公明党から唯一輩出をされている大臣の部下たちが、国の行政が正しく行われているかチェックする会計検査院がチェックさえできない状態、これを放置していていいんですか。もう一度聞きます。会計検査院報告で不十分とされたところを含め、経緯を再調査されますか。石井大臣。繰り返しの答弁となりますけれども、今回、会計検査院からはさまざまなご指摘をいただいておりまして、その点については、重く受け止めなければいけないと考えております。国土交通省としては、今般の検査結果を踏まえた今後の対応として、第一に今後同様の事務を遂行するに際しては、見積もりに必要な作業時間をしっかりと確保すること、第二に見積もりにかかる手続き等の明確化を図ること、第三に行政文書のより適切な管理を図ることなどの取り組みを通じて、より丁寧な事務の遂行に努めていくことに尽きると考えております。森山君。はい。今日のところは時間がないので終わりますが、
しっかり議論を今後もしていきたいと思います。